ことをしたのだ。俺は迎えてくれたその手に背き泥棒犬になるとは。恐ろしい闇に響くこの胸の叫び声、心を閉じて生きた私は1997年より同じ役を27年間やらせていただいておりまして、私は前回が引退だと思って、ああ引退これで終わるんだと思って、なんかこううるうるしたものもあったんですけど、また受かってしまいました。他の作品とも、あのイーストウィークの魔女たちとか、あのそのために帝劇の、あのこの屋根を4000万かけて補強したっていう事件がありまして、飛んだんですよ、ここフライディング、はい、私がこう飛んでったんですけど、私だけなんかキューッと落ちるというシーンがあって、それはあの演出なんですよ、演出なんですけど、落ちるとシーンがあったんだけど、その下にいたお客さんが「いやー!」本気で落ちてくると思って、すんごい驚かれてて、その顔はね、大丈夫大丈夫って言ったんですけど、ですね、あのやはり私も気づけば3回目ということで、ね、さっき谷口さんもおっしゃってたように、自分のその環境状況によってまたこの作品の受け止め方、感じ方が変わってくるなというのを感じてます。娘ももう6歳になりまして、昔はまあ5歳だったんですけど、そういった形でのそれによっても全然変わってくるなという感覚を非常に受け止め、そして私の、ね、下にもこの2人のこういった後輩が、育ってきて、六角くんとね、染谷くん、この2人を指導していかなければいけない、そう思いまして今回はパープしましてですね、横隔膜を4枚ほど増やしました、ですので非常にパワフルな声量で立ち向かいたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。ペナルディ役をやらせていただきます。どうも六角と申します。僕は2回目の出演になるんですけども、前回はいろいろな事情で、なかなかステージを踏むことが僕の場合できなかったんですね。この日この定劇も本当に何回だろう、数回しか出てないんですよね。でその後ちょこちょことしか出てないです。まあいろいろとありまして、まあ、入院もしておったりしたんでね。でよく考えてみたらほとんど覚えてないんですわ。で、あの何をやっていたのか。なので、個人的にもお客さんにも記憶に残るような、舞台にしたいなというふうな気持ちでもって斉藤さんについていきたいなというふうに思っております。よろしくお願いします。ありがとうございます。続いて染谷幸太さん、お願いします。はい、テナルディを演じます染谷幸太です。よろしくお願いいたします。僕は2017年、19年とアンサンブルとして出演させていただいて以来、またこの作品に帰ってくることができてとても嬉しく感謝の気持ちでいっぱいです。このテナルディという役は僕が20代の頃からいつか、
演じてみたいと思い続けてきた役でして、今回初挑戦になりますが、この役とこの夫婦と、向き合い続けてきた尊敬する先輩方からたくさん学ばせていただきながら、自分らしく楽しみながら、役を全うしていきたいと、そして斉藤さんについていきたいと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今回限りの30章ということで、本番入ってしまうともう3人で同じステージに立つことはできないので、私も今日はすごくそれが大事な思い出になりましたし、なんか一緒にこう緊張を味わって、一緒にこう終わって、それでこうハグし合ってっていう、こうチーム感、一体感も今日すごく感じられたので、終わった今はとても安心感に包まれています。また3人でお稽古引き続き励みたいと思います。めちゃめちゃ怖いんですよ、この劇場に立つって。でなおかつそれを、作品を背負って、いわゆる役を背負って演じるっていうのは本当にプレッシャーで、僕も光雄さんと一緒で毎回やるたびに緊張して、もうやりたくないって気持ちが芽生えてやるんですよ。で大体他の作品ってカーテンコールで、ああ楽しかった、また明日頑張ろうってなるんですけど、この作品が明日もあるのかとすごいへこむんですよね、プレッシャーに。で朝起きてからやっぱ緊張してるし、これが6月まで続くって思うとね、地獄なんですよ。でも不思議なもんで、大千秋楽を迎えるとまたやってみたいなって思える、この魔力がこの作品にはありまして、だからまたこうやって僕オーディションを受けて、結果的にここに残れたんですけれども、ぜひだから今回初めて、今回ね選ばれた方はそれを感じてほしいな、このプレッシャー、恐怖心に打ち勝って、その先に何が見えるのか。まあでもそういう意味ではね、クロージングということで、まあ、すごく残念ではありますけれども、新しい劇場は大体どのぐらいですかね、5、6年ぐらい先ですかね、分かりませんけど、この切り替わりにの時代に一緒に共にこう生きていける喜びはありまして、次どんな、劇場になるのか、そしてこれ個人的なことですけれど、緊張すればするほど僕は客席を練り歩くんですよ、本番前に。アップしたりランニングしたり、座席を触って今日はどういうお客さんがいらっしゃるのかなってことを考えながらアップをするんですけれども、そんなことも考えてるやつがいるっていうことを今日はね、持って帰っていただければなと思っております。どうも、家井かなとでした。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ジャンバルジャン役をやらせていただきます吉原光雄です。そうですね、僕もイーラ君と同じで独白を歌わされまして、はい、その時にですね、トラウマのようにですね、この劇場が嫌いで嫌いでしょうがなくなりました。まるで宇宙に飲み込まれ、こっちに来ると分かるんですけど、宇宙に飲み込まれていくみたいに広大で、なんか奥行きがないように見えるんですね。それ以来嫌いで嫌いで、でレミゼラブルもですね、まあいや好きな作品なんですけど、やるたびに怖くて辛くて苦しくて、またもう一回やるんだってよっこいしょする自分もいるんです。多分好きなんですよ、多分大好きなんですが、この劇場にはいろんな思いやいろんな人たちの声や影がいっぱいあると思うんですが、今回はそれと一緒に手を携えて仲直りをして楽しく終えられたらいいなと思ってます。よろしくお願いします。